い、皆さんどうもこんにちは。今このね音声を録音しているのは、5月のね11日土曜日、時刻だいたいね0時半くらいですね。昨日のね夕方6時頃からねニュースが入ってきまして、京王線ですね、今ちょうど映像でも見せていますが、このね、京王線で一番古い7000系車両を置き換えるためのね新型車両を導入するということが発表されました。2026年初めに新型通勤車両2000系重量編成1本を営業運転に投入ということでね、いやついに来ましたね。京王のね通勤車両っていうのは確か2002年とかだったかな、今走ってる9000系っていう電車があるんですけどね、その電車を最後に本格的なね通勤型車両っていうのは導入されていないんですよね。京王5000系がね今一番新しい車両ですけど、それはね通勤ライナーと、通常の、通勤輸送のね両方に対応できるという、まあ、どっちかというとね近郊車両に近い形態なのでね、これのがっつりとしたね、通勤車両、ガチの通勤車両っていうのはね本当20年ぶりぐらいになります。そう考えると9000系も古くなったものですね。それでねプレスリリースに書いてあることなんですけど、当社7000系車両と比較し約 20% の省エネ性能向上ということでね、そうですね、7000系もね機器更新を行ってね結構性能もいいんですけどね、7000系と9000系というのはね基本的にモーターの性能とかもほとんど同じなんでね、京王9000系と比べてもね、まあ 15% ぐらいかな性能が向上するというのは、これは本当にそういうことだと思います。じゃあね一つ一つ見ていきますけどね、まずは車両形式は2000系ですね。で導入予定は2027年3月までに、重量固定をね4編成というか、この固定っていうところが結構キーポイントになっています。今京王では一部、7000系車両6両と4両をつないだ重量編成っていうのを走らせていましたね。多分その車両を置き換えるのではないかなと思います。最近ね京王線では残念ながらこの殺傷事件とかそういったものがね何回か起きています。そういった際にですね、非常用のね、避難通路を確保するという面で現在ね重量固定化っていうのをね進めています。まあ中にね運転台が入ることは、ね、今京王にとってはあまり良い状態ではないということでしょう。ちょうど今ね向こうが映像の電車でね止まってます。多分あれが、ね、今まさにね 6+4 の重量編成だったんですけどね、その車両を置き換えるのではないかなと思います。で運行開始は先ほど申し上げた通り2026年始めを予定ということなんでね、多分2025年来年中に多分1編成入って試運転とか始めるんじゃないですかね。それでまあ3月のダイヤ改正かな、それが2026年の、ね、3月ダイヤ改正で運転を始めるのではないかなと思います。製作は今回総合車両製作所のですね J トレック、まあ、京王5000系を作っている、車両メーカーですね、 JR 東日本の傘下ですけど、京王はね結構日本車両とかそういったところからもね積極的に車両を、ね、製造依頼してたんですけど、今回はね J トレックのようです。まあね、コンセプトとかはね、まあ、別にニュースのねリリースを見ていただければと思うんですけど、一番あの、ね、驚いたのはこれですね、客室および外観デザインのところ、京王グループの感性 AI 株式会社が提供する人の感性を分析できる AI サービスを用いてということでね、まさか電車のデザインまでついにね AI がやるかといった感じですね。まあ、ですがねこれがね原因なのかわかんないですけど、なんかねすっごいね見覚えのある車両なんですよね。そうあの今からね画像見ますが、例えばね西武3万系のスマイルトレインとか、あとは東急のね2020系シリーズ、結構ね前面の形状に似てると思うんですよ。てかあのね3万系のスマイルトレインに関してはほぼそのままなんじゃないかなと思いますね。いやでもここまでねまさかに似た車両がバンバカバンが出ると思いませんね。やっぱ AI に任せきっていうのもちょっといかがなものなのかと思いますね。そしてね次ですけど、車内はねまあまあなんか J トレックっぽいっていうかね、今そんな感じですけど、結構ね落ち着いた雰囲気なのかなと思います。結構明るめですね。座席の色がオレンジっていうのも京王線ではなかなかないですね。そして、大型フリースペースを5号車に設置する、あこれは今西武の4万件にあるんですけど、思いやりゾーンっていうのがね10号車の一番前についてますから、多分ねそれと同じようなものになるんじゃないかなと思います。なんか西武の車両結構ねリスペクトというかねほぼ丸パクリしたようなねすいません感じですね。まあでもこういうのは結構ね詰め込める人はねお客さんとたくさん詰め込めるのでね、まあいいことなんではないかなと思いますね。でここからですね、京王が最も重視している安全安心というところです。まず防犯カメラを各車両4台まあまあって感じですね。で次車両代替新造により全車両の通路が
貫通した車両を導入し、車両閉結により非貫通車両の解消を図るほか、お客様がトラブルの発生、などということでね、やはり先ほど見せたね、7000系の6プラス4両編成と、あとね、一部たまにね、9000系8両と7000系2両のね、8たす2両のね、10両編成というのが走るんですけどね、多分それも、もしかしたらね、閉結終了ということになるかもしれません。やっぱそういうことを今頑張って進めていますんでね。でバリアフリーのところは、空いているドアをチャイム音で押し出しする装置を設置。これはね、今小田急の、ね、5000系についていますね。あと新幹線とかでもね、ドアが開いているときは結構音が鳴っているものもあります。そしてね、環境性能、これがすごいですね。フル SIC 素子を用いた新型の 3WF インバーター制御装置導入、7000系と比較して 20% の省エネ性能向上。これはやっぱすごいですね。で20年経ってないですしね、 VVF だって IGBT からね、ついにフル SIC ということでね、いやこんなに 20% もね、省エネ向上、性能上がるものなんですね。これはすごいです。でね、今ね、どのメーカーになるかっていうのをね、ちょっと考えてるんですけど、基本的には、ね、京王線はほとんどが日立のね、ものを使ってるんですよね。8000系のね、一部は東芝のものを使ってるんですけども、で日立っていうのは確か基本的にハイブリッド SIC ってやつですね。フル SIC とちょっと違うタイプのものをね、結構主力としてる会社なので、いやどうなんでしょうね、もしかしたら、日立以外のね、三菱とかがね、そういったところが提供するのかもしれないですけど、その辺はね、また今後に実際にね、で車両が来てみなきゃわからないといった感じです。ということでこんな感じですね。京王はね、2012年に 3VF 車両のね、100% がね、達成したね、ということでね、ものすごいですね。西武とかね、東武もこれからね、そういったところに進むと思いますけどね、西武線もね、4万系の8両編成をね、製造したりとか、近鉄ではね、ついに新型車両の 8AK っていうのをお披露目だったり、あとは仙北線ですかね、仙北ライナー、特急仙北ライナーの車両をね、リニューアルすることが発表されるのでね、5月10日、結構ね、新型の車両がたくさん出たかなという印象があります。さあ、いかがでしたかね。皆様ね、KO2000 系、ぜひね、楽しみに待っておきましょう。再来年ですね。意外と早いですよ。多分来年あたりから見れると思いますね。